昨日6月4日天安門事件と、はい、まあ、30年経ったわけですけれども、ね、はい、中国当局がですね、はい、追悼の動きを警戒しているというのをこれ FNN プライムが伝えていまして、はいはい、今も事件を公に語ることが許されず、はい、タブーになっている中国、うん、4日朝の天安門広場は普段よりも多くの警察官が配置され、追悼活動などが実施されないか目を光らせている、うん、言論統制は強化されていて、4日朝天安門事件について報じた日本メディアのニュースは途中で放送が遮断された、うん、これ毎年恒例ですね、はい、ネットでも事件発生の日付を意味する8964という数字や、はい、タンクマンを意味する中国語などを入力しても検索ができなくなっている、うん、さらに中国西部を走る8964が識別番号の列車は4日はチケットが売り切れと表示され購入できなくなっている、うん、もうとばっちりもいいところですけど、はい、まあ、こういう対応にですね、アメリカのポンペオ国務長官は、ポンペオさん、はい、天安門事件から30年を迎えたことについて声明を発表、はい、アメリカ政府は数十年にわたり中国がさらに開かれた寛容な社会になると期待していたが、はい、その望みは打ち砕かれたと指摘、中国政府に対して事件で殺害された人々や行方不明者について真相を明らかにするよう促すと訴えていると、はい、いうことなんですね。さすがポンペオさん。そうですね、まあ、アメリカは今、はい、米中貿易戦争の中で中国に揺さぶりをかけるためにこういう人権だとか言ってるわけですよ、はいはい、今まで取っといて、うん、あれは相当ひどいことだと思いながらも、うん、ビジネスでやるから優先させてたけれども、うん、はい、ここぞと、ここぞとばかり、こいつら叩いてもいいんだから今やるぞということで、うん、そうですね、天安門もそうだし30年間大して言ってなかったのをここでここで言うかって言い出したっていうことですよね。まあ、これ虐殺だと、うん、はい、ポンペオ国務長官だけじゃなくて、はいはい、まあ、他のところでも、はい、まあ、アメリカから数多くの批判が来てるし、はい、まあ、天安門だけじゃないですよ、はい、ウイグルとか、はい、ウイグル人に対する弾圧、はい、そういうことにも、はい、言及されるようになってきたというのが最近の流れで、はい、うん、だからアメリカって非常にずるい国ですよね、はい、普段こういう人権とか対して気にしてないのに、中国に対しては言わなかったのに、ね、うん、言わなかったのに、他の国にはちょろちょろ言ったりする、うん、中国に対して棚上げしてたのに、うん、ここになると言うっていうね、争いになると言うっていう、そう、うん、取っとくっていうね、うん、本当に天安門、まあ、ここで使わなきゃいつ使うんだぐらいのね、いや本当ですよ、切り札ではありますよね、うん、はい、そう、チベットウイグルが、はい、蹂躙されてるということですよね、うん、はい、まあ、30年前この天安門事件なんですが、うん、はい、僕88年生まれなので、はい、西暦でいうと、はい、なんかもう物心も何も記憶がないというか、ああ、まあそうでしょうね、ソ連崩壊も全然記憶にないですからね、そりゃそうでしょうね、うん、そうでしょうね、だから若い世代になると、はい、うん、これ日本もそうですし、うん、中国もそうですけど、うん、もう天安門以降に生まれて、うん、天安門を警戒した当局の教育を受けて育っているのが今の、まあ、20代とか、30代ぐらいの、はい、30歳ぐらいのまでの世代になってきますから、うん、はい、まあやっぱなんでしょうね、天安門事件に対する今もう見れないわけですよね、こういうの、そう、例えば教育とか、うん、まあ、親の、 その人づてに聞いたとしても、うん、表だって言えないから、はい、まあね、中国は恐ろしい国だと分かりつつ、はい、そこで生活せざるを得ないという、うん、そう、状況がまだまだ、はい、続いていると。そうですね、で昨日あのアベマプライムでもやってましたけど、うん、香港では追悼集会が行われていて、はい、まあ、香港かろうじて自由がありますからね、ただやっぱ自由って制限されてるんですよね、相当制限されてますからね、うん、はい、だからその自由を守るために、向こうの、活動家というか、はい、まあ、学生の活動されてる方がこの自由を守ろうとして、いろいろやってるというのもありますし、まあ、僕も数年前に香港行った時に、うん、はい、そういう人の話も聞いてるんですよ、うん、彼ら本当に命かけてますよ、はい、活動に、ね、うん、はい、日本のなんか、はい、官邸前とかで暴れてるようなやつらとは断然もう全く違いますね、うん、はいはい、香港っていつまで行っていいのかね、うん、あ、行っていいっていうのは中国化して、そう我々行ってカチャって逮捕される可能性ありそうじゃない、ね、なんか謎の罪で、そう、うん、和也君のカメラ取り上げて、はい、こんなもの映ってたみたいな感じでスパイじゃないの、なんだこの棒はとか言って、そうこの棒映ってるじゃないかって怪しいやつだ、怪しいやつだ、ひっとらえろっていう言われるかもしれないこともあるかもしれない、はい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 、はい、だからいつまで行っていいのかなっていうね、うん、あの何人かスパイ容疑で捕まってるからね、うんうん、あの実刑判決も出てるわけでね、はい、すぐに裁判やるからね、向こう、うん、本当に
まあ、だんだんその自由が制限されてきて、はい、まあ、今後、香港で、まあ、政治犯として捕まった人を中国に引き渡すっていう、はい、そう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 、うん、その駆け引きもね、ずっとやってるし、うん、もうこれも香港で逮捕されて中国大陸にあなたは送られますって言われたら舌噛みたいね、うん、もうダメだと、あ、もうダメだっていう、それかもはあの半年後ぐらいに出てきて、うん、いや中国は素晴らしい国でした私は申し訳ないことをしましたっていう謝罪、間違ってましたね、謝罪動画が出るっていう、出るかもしれないです、ね、はい、坊主になって、坊主になって出るかもしれない、すべて間違っています、すべて私の間違いでした、うん、それ急に鳩山由紀夫みたいなことを言い出す、そう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 、あ、こいつやられたなと、やられたなっていう感じになるかもしれないですけどね、次はですね、はい、これも天安門の話なんですが、はい、ロイターが、うん、コラムを出していまして、はい、ポスト天安門の若者世代、うん、中国は再び服従しいるかというタイトルで、うん、はい、出していました、はい、でこの映像がありまして、うん、その映像を見るとですね、うん、学生活動家のリーダーだった、うん、ウーアル・カイシ氏、はい、でこの方は、台湾で亡命生活を送ってるんですね、うん、でこの方は、言うには私たちは負けた、うん、そしてその中国を受け入れた西側諸国もだ、うん、中国政府と関わりを持つためだというが私は単に妥協したのだと思っている、うん、西側はその後 2,30 年の間に中国が現在の姿に拡張していくのを許した、自国民を抑圧する恐ろしい政府になったと、うん、いや本当その通りだなと、はい、まあ、確かに経済的な繁栄は、うん、手に入れましたけども、はい、今また締め付けが厳しくなってるし、で、ね、はい、で中国の成長っていうのも最近多少こう伸びが悪くなってきている現状の中で、うん、はい、まあ、そういう強権的な服従をまた強いるのかと、はい、 そうですね、それを若者に強いた場合、うん、中国はどうなんだっていうのが、まあ、この記事の、はい、趣旨なんですけども、そうですね、確かに当時と比べると賃金は40倍にもなったと、うん、格差も劇的に広がったと、はい、取り締まりも厳しくなった、はい、そして今習近平国家主席は再び若者たちに要求を突きつけている、うん、それは不良債権から貿易戦争までさまざまな経済的負担を負うことだと、服従がより良い生活を保障するという社会契約は成長が鈍化するにつれ色褪せてきた、政府は再び若い労働者に対する監視を強めている、2018年には深圳の機械メーカー、JASIC の、うん、組合を支援しているとしてマルクス主義の大学生らが拘束され始めたと、うん、マルクス主義ってもう根本的な彼らのお仲間のような連中を捕まえ出したと、ね、はい、はい、ブルーカラーやホワイトカラーの労働者たちにとって30年前に天安門広場に詰めかけた人々と同じように憂慮すべき失望感が広がっていると、うん、で、まあ、格差が非常に大きいというのも、示されていてですね、中国人口のトップ 1% の富裕層が、国富の 30% を所有しており、この割合は1995年から倍増している、さらに下層にある人口の半分は全体の 6% 強しか所有していないと、はい、まあ、中国人口めちゃくちゃ多いですから、はい、そう考えるとどれだけその貧困層が多いのかっていうのはもう異常性が明らかになるんじゃないかなと、はい、いうことですね。で若者ちょっとやっぱり、まあ、価格住宅価格とかも上がってるので、はい、うん、そういうものにこうお金を使っていくと、うん、若い人たちが化粧品を買ったり飛行機のチケットを買ったりできなくなっている、世帯の抱える負債額も大幅に増えたと、うん、多くは若者によるクレジットカード発行と消費者ローンの激増によるものだ、はい、ということでこれアメリカと似たような感じもあるなと、うんうん、アメリカもクレジットカードを発行しまくって それでこう自転車操業するっていうのがあったりしましたけど、まあ、似たような道をたどってるのかなと。だいぶ金持ちになってきて、うん、いい生活もできるようになって海外旅行もできるようになってきたけれども、はい、そういうふうな自由がでお金があるから自由が出始めた時に、うん、思想弾圧とか、うん、ネットも、まあ、どんどん狭められてるし、うん、最近あの習近平アプリっていうのをやらされてるって習近平アプリ習近平アプリっていうのをこうスマホでダウンロードして、はい、問題が出てそれを答えて、うん、高得点を取ると、うん、あのほら全員があの評価システムに入ってる、はい、で高得点を取ると、うん、あのちょっと評価が上がる。だからその習主席が12歳の時に、うん、片道5キロの道のりを歩いて、うん、借りに行った図書館の本は何かとかどうでもいい話でしょそれ正解したら何かもらえたらいいですよね。いやそこでスーパー金銭とかそのポイントを
ここだからその上げていかなきゃいけないあの自分のほら向こうはさほらポイントが悪いと、はい、なんか外出れないとか外出れないとか、まあ、海外出れないとかそう海外も出れないとか、うん、あとその新幹線乗れなくなるとかそれとかタッチションしてからマイナスとかなっちゃったりとかしてあの電車も乗れなくなっちゃうから、うん、だからそのアプリでちょっとこう自分が勉強して、うん、ちょっとポイントアップしてあのちょっと人間として扱われるようにというか、うん、まあポイント高いとやっぱ総合的なね生まれとか全部総合的に高いと家賃とかも、うん敷金が低く設定できる。そんなの民間じゃ考えられないですよね。考えられない。民主主義国家じゃない。そうそう、民主主義国家じゃないんです。国とこうやるっていうのは。そうですね。